梶浦由紀は日本の作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー。東京都生まれ、ドイツ育ち。血液型は A 型。所属する芸能事務所は当初はスペースクラフトプロデュース2018年6月以降、現在はフィクションジャンクションミュージック。また、一アーティストとしてハイウェイスター社とも業務提携している。アニメやゲームを中心として、 映画、CM、テレビ番組、ミュージカルなどの分野でも活動している。東京都内で生まれ、小学校3年から中2までをドイツで過ごし、高校時代からは帰国子女として東京都内で暮らしている。1981年、高校は東京都立国立高等学校へ進学。この時代にアマチュアのガールズバンド15サンドにキーボーディストとして加入する。 1984年4月、津田塾大学学芸学部英文学科へ進学。1988年3月に大学を卒業し、同年4月、日本電信電話に入社、技術者として働き始める。就職後もアマチュアガールズバンドの活動を続けていたが、それがファンハウスの目に留まり、1993年7月、プロの音楽ユニット、シーソーとして、 メジャーデビューを果たす。シーソーの活動はデビューからおよそ2年後の1995年に休止となり、これがきっかけで、カジラは作詞、作曲を中心としたソロ活動を始めることとなる。1995年1月に公開されたドラマ映画、東京兄弟で作詞、作曲を手掛けたことが講師となった。その後、1997年のアニメ版、イートマン。 1998年のアドベンチャーゲーム、ダブルキャストを皮切りに、アニメやゲームの音楽を中心に手掛けるようになる。2001年、テレビアニメ、ノワールの楽曲、インディオのボーカルに、石川さと市賞を迎えたことをきっかけに、シーソーでの活動を再開。同時に、ビクターエンタテインメントに移籍。2002年に、リリースされた、ナインスシングル表題曲。 あんなに一緒だったのにが、テレビアニメ、機動戦士、ガンダムシードのエンディングテーマになり大ヒットする。その後、歴代最高のオリコンチャート4位を記録した、イレブンスシングル、君は僕に似ているをリリースした後、同グループは再び活動休止状態になる。2003年5月に、自身が楽曲のプロデュースとキーボードコーラスを担当し、ボーカルに何理由かを起用した。 ソロプロジェクトフィクションジャンクション優雅をフライングドッグと契約。翌年にファーストシングル瞳の欠片をリリースする。以降、同ユニットのリリースしたアルバムはオリコンチャート週間最高トップ10入りするほか、ホースシングル赤月の車は2004年9月22日付のオリコンチャート最高1位を記録するなど、機動戦士ガンダム関連の楽曲を中心に、 数々のヒット曲が生み出された。2008年1月には自身がプロデュースする女性ボーカルユニットカラフィナを SME レコーズと契約。劇場版空の境界第1から3章の主題歌を収録したファーストシングルオブリビアスは初登場にしてオリコンチャート週間最高8位を記録。梶浦にとって機動戦士ガンダム関連以外の作品でオリコンチャートが トップ10位入りするのは初めてである。その後、劇場版、空の境界の主題歌を収録した、セカンドシングル、スプリンター、アリア、サードシングル、フェアリーテイル、ファーストアルバム、セブンスヘブンは、それぞれオリコンチャート10位、9位、8位を記録している。2009年、新たに、ソロプロジェクト、フィクションジャンクションの活動を開始。フィクションジャンクションとは異なり、 ボーカルは固定されていない。同時に、梶浦本人と関連ボーカリストのファンクラブ、フィクションジャンクションクラブを設立。アニメイベント、街遊びにて、月間ニュータイプ編集部と徳島県が企画する、ニュータイプ、街遊びアニメアワードにおいて2011年10月に、魔法少女窓かまギカで、劇とも部門を受賞し、2012年10月に、フェイト・ゼロでサウンド賞を受賞した。 また、アニメのみならず2009年から放送されている NHK の歴史情報番組、歴史秘話ヒストリアのオープニングテーマ、エンディングテーマ、BGM 曲や2014年上半期の NHK 連続テレビ小説、花子と案の劇ともを担当した。2017年12月22日、所属事務所のスペースクラフトプロデュースを2018年2月に退社し、 カラフィナの活動休止が検討されていることが報道された。2018年2月20日にスペースクラフトを退社、同時にカラフィナのプロデュースからも離れる意向であることを翌日自身のツイッターで報告した。カラフィナについては今後も同事務所に残留して活動を継続することとなったがメンバーの稽古は同年4月1日、ヒカルは同年10月20日をもって スペースクラフトプロデュースを退社、ユニットを脱退している。また、カジラと関連ボーカリストの公式ファンクラブ、フィクションジャンクションクラブも同年5月31日をもって運営終了となった。カラフィナはこのため、2019年3月13日に解散した。2018年6月30日に行われた、ユキカジラライブボリューム1425ス。 アニバーサリースペシャルの MC で個人事務所フィクションジャンクションミュージックの設立を発表。社名は自身のソロプロジェクトフィクションジャンクションに由来する。同年10月1日には新たなファンクラブフィクションジャンクションステーションが発足した。2020年12月30日に行われた第62回日本レコード大賞において作詞、作曲を手掛けた炎が 日本レコード大賞を受賞した。西洋と東洋のエッセンスを融合させた独自の世界観を持つ。梶浦のプロデュースユニットでは、複数の実力派女性ボーカリストを起用して、楽曲を展開することが多い。その中でも、通称、梶浦5と梶浦本人が受賞する独自の造語を対応し、近年の発表楽曲の多くには、この梶浦5が盛り込まれている。 いかに2例を挙げる。ソロプロジェクトの詳細は、フィクションジャンクションを参照のこと。自身がコーラスを担当することもある。演奏者は、ライブにおいては、フロントバンドメンバーズと呼ばれ、FBM と略称される。ゲストコンポ、ザー音楽協力作詞、作曲、編曲プロデュース。ありがとうございます。